中日無様な敗戦でファンはぶち切れ。追いつかない程度の反撃。儲かったも同然やね。終わった。やっぱ限界でした。立浪さん変えられます。4連敗。借金10。スワローズと 0.5 ゲーム差。ヒロシと、よぎったよーん。で中島だ置いとく気なの。はぐれメタル立浪、もういない。まさったけど梶谷は反省してね。セーブ条件整えておきました。あとは抑えるだけです。岩崎があっさり片付けててわろた。阪神打線の調子が上がってるのかどうかいまいちわからん。3点取った試合に限ってこれ。タッツがブーストかけてきたな。覚悟しろヤクルト。追いつかない程度の反撃して相手にセーブ機会与えるとか。ライマルへの利的行為で草も生えない。中日うんち。高橋宏斗と以外の試合で勝てない。マジで先発終わってて草。追いつかない程度の反撃も代打中島もできたしベストゲームでしょう。借金10ってまあまあ悲惨な状態なのに隣のリーグにヤバすぎるのがあるせいであんまり悲壮感感じないの異常だろ。結果論でカッコ悪いけど OB 戦優勝だの4月上旬の首位だので今年は違う優勝だと大騒ぎするとかありえないよな。代打しっかり見逃し三振で草。打つ方ばっか気にしてたら投手も足りなくなってしまったというね。そもそも打つ方も外部からの中田中島打てないのに固定して。石川ビシエドの2支点のほんまにな。投げる方はどうしますか。立浪、昨日一軍に配置転換したばかりだけど落合の責任、俺は知らんで続投します。甲子園7連敗だっけ。なんか苦手になったね。仲間、丸。あはは、丸。仲間。一緒丸。ああ。カリステイタ山福永細川周平石川の並びは打定の今年結構貴重な打てる並びだったのに田中入れて分断しなかった入れてさらに弱体化していくスタイル嫌い解任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 もともと落合時代から中日暗黒時代になっても阪神はえぐいほど名古屋ドームバンテリン苦手中日は甲子園苦手な内弁慶シリーズやそれが立浪になってバンテリンでしっかり負けるようになったから阪神の犬になってる解任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 あれはビッグモーター最後に打線がちょっと頑張ったのも草遅いよなお客は入ってるから来年もタッツのおこうなもよタチユは岡田に完全に舐められとるよな小バカにされとる岩崎しょうがねえなそれに加えて坂本もやねワンバンをちゃんと前に止めてれば余分な1点も取られてないまま終わって岩崎も出ずに済んだし連続再開今年も借金2桁これで手腕評価されてて続投説まだ出てるの意味がわからない梶谷はもうダメっぽいなそれにしても梶谷はひどすぎるなキャッチャーの構えたところに全く投げられていないすぐに2軍に落とせかなり緩いストレートを見逃し三振していて本当にバッターとして限界を感じるなもうそろそろ自ら若手に1軍の席を譲ってあげてほしいわオメガの222をオメガ阪神打線、良い当たりが増えてるし、やっぱりボールを元に戻したのかね。なお、中日打線。ヤクルト、もうすぐ会えるね。しかし去年も思ったがこんなチームと再開争いしているスワローズとその投手陣は何なんだよ。一応お風呂なんだしよっぽど神宮球場がひどいんじゃないか。中日ベンチすら中地が打つのを期待していない疑惑。単純にこの打定環境とバンテリンホームなのに防御率 4.50 とかガチで2軍レベルのメヒアが先発してる中日が先発弱いだけや阪神フェンスまで行った打球はなかったしむしろ今日の岡本、牧がホームランにならなかったことや中田福永の第1球もフェンス前で失速してるからボール変わってないっすね
それは実は落合時代もそう。そもそも甲子園で阪神に3連勝したのは1998年まで遡る。立浪は球界の牟田口蓮也。正直松木平でも柳でもなくまだ飯扱ってるのが立浪だよな。これでもまだ競ってるんだからヤクルト様様だな。中日が投手いいとかいう大嘘。今月末で42歳になるおっさんや。同い年の中村剛成も青木宣親ももう2割打てとらんしな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。